このファフナー高えなみたいな。勝率とか難しいっすよね。カードの色でもいいかもしんないっすよね。せっかくあるんで、オレンジになったら中級者ロビーというか普通のロビー行って、でまあまたそこで戻されたらまた初心者ロビー行けばみたいな。ここだっけステージ。そうそうそう、逆切れ反撃がねちゃんとできるだけでもだいぶ違うんですよね。本当に本当たったの1日、たった1日トレモに費やすだけで変わると思うんだけどなってのはもったいないよね。そうそう、あそうだね、 P4U 初心者か格ゲー初心者でもだいぶ変わりますよね。始めよう。ていうか俺が初心者の時って CPU 戦しかやってなかったんだけど、全キャラでなんかクリアできるまでやろうみたいな、ていうか全キャラのエンディングが見たいみたいな、そんな程度でやってた気がする。あ、これシャドウだ。落ち着け。起き上がりランダム再生。あー CPU 戦、 CPU って絶対受け身取るんだっけ。それちょっと前やっぱり。やべえ、クラップル。やる。でも早かったら多分見てたじゃない。あ、すまん、つながっとる。あ、間違えた。あ、間違えたとか全然違う。今の謎コンボはちょっとね、今日の課題をやりたかったんだけど余裕がなくてミスった。まあやろうとしただけよしということにしておきましょう。あーレコーディングわからん。あのトレモの話か。今のね、覚醒できたんだよね、ちゃんと体力的にコンボを選べば。ただ間違えた。今のは青ゲージを4回背負うコンボに行けば覚醒できた。あの今の AC 逆ギレスパキャン、今のは AC 逆ギレスパキャン、 B 試練 2B 越し、 AU も逆ギレ十文字までは、まあ、いけねえな。今のいけたかな、いけない、いけるかいけないかすげえ際どいところだったんだよね。今ちょっと番長でそういうのをちょっと目指してるんですよ。自分であの覚醒に入るっていうのを。このゲームあのぐらいの体力6割ぐらいだと一撃で殺されるんで、それだったら芸術家っていうのも覚醒したいみたいなのがあるんですよね。ただゲージが100なかったと思うんでいけなかったで、今俺が行ったルートはあの青ゲージを3回背負えるルートだったんで確実に覚醒できなかったっていう。4回のルートと3回のルートがあって、青ゲージ、青ゲージってのはあの逆切れとかの自傷ダメージのことを言うんですけど、今のルートは立ち絵逆切れ試練ダッシュ逆切れとかやればまあ無理やり自傷4回になるんだけど間違えたみたいな。ちょっとそれ意識してるんですよね、体力減ってるというかある程度の時は。やっす、まあいいや。うそ。嘘。
間違えた、それじゃねっていうか、やってねえんだけど、ジオダイン十文字が負けた。あー、ぬるい。まあいい。今の D セッカ版はいけたかな。怪しい、体力的に。問題ない。いや、逆だった。やべえ、間違えた。間違えて、もうこれ大ピンチなんだけど。今のはワンマーキャンセルからの出しなんちゃらワンマーバースの方が良かった。どういうか、ワンマーバースに行く必要がない。ワンマーキャンセルでいいやみたいな。新しい力。ミスターすぎてグレグレ感すごい。しょうがない、しょうがない。BB、明け逆輸入どうなんだろうね。まあ、いつかあると思うんですけどね、いつかは。いつになるかはわからん。アークが忙しそう。BBCP のアップデがあって、おそらく BBCP の全国大会の用意もしなきゃいけなくて、で、なんだったっけ？あの、イクザード。もう家庭用も準備があるしね、大変だと思う。あ、そうだそうだ、何だったっけ、ハマー神剣だっけ、なんかさっき聞いてもらえたな。あの漢字にやってたやつに近い感じですね。うん、それ間違いないっす。なんかゲーム出しすぎなんだよね。あのせめてなんか春夏冬みたいな感じで分けてくれりゃいいのに、全部去年冬に出したからな。いい反応。うーわー、今の勝てねえのか。イクザードの旧キャラ、半剣とかもあんのかな。俺使えるキャラいないんだよね、イクザード。この技よ、どんだけ攻撃力高いんだ。間違えた、最悪。今の勝てるな構成だったんです。ちげえ、上にいろいろ最低なんだけど。まあいいや。あ、やばい。ZA 使えないのきちいわ。ザッタもね、あとザッタとディジーとテスター使えるんだよね、ギルティ。全部いねえんだけど。ちなみにロケテは一生メイちゃん使ってました。メイちゃんは使ったことありません。でもメイちゃん2000円ぐらい使っちゃった、ロケテで。可愛くて。
ジャムとか人気あるよね、ブリとかね。エスコ名義で出そう、そっちかよ。攻撃レベルってのは、相手ののけぞりで間違ってないです。あとはガードした時もそうだし、当たった時もそう。高ければ高いほど相手がのけぞってる時間とか、ガードしてる時間が長い。それで間違ってない。イクザードの目めっちゃ可愛いよね。全然使えないけどね。キャラ人気考えるとジョニーとDGは出ていいんだよね。DG はちょっとストーリー上ね、ちょっと。イグザードアクセントコアプラス R。 アクセントコアも出たばかりの時アクシデントコアとか言われてたんだけどね。あ、やべ、こういうのガンできねえ。今の電撃秒。最悪 D 石化出んかった。死んだわ。死んでないわ、なんで？逆ギレガチャガチャガチャってやってたらなぜそれになる。いや逆ギレからなんか美雲もスパキャンしようと思ってガチャガチャしてたら、美雲もじゃねえや、 B シデンスパキャンしようと思ってガチャガチャしてたらなぜか美雲もが出るっていう。間違えた、それじゃねえ。死ぬけど今のは SB 上代だね。ウィキは今回はね、今回のあのハベラス最低だったよ。なんで男なんだよ。あ、更新はしなくていいよ、さすがに。クーラーギャーバレか。おーい、アクギレガード側はね、D セッカーでいいよ。楽したかったら。時間がかかる。ゲーム。金と。そうだね。まあ、収録ゲーセン行って1ヶ月に5万円は使う格好がないとできないんですよね。当然 P4U2 もできないし、電撃 FC もできないんですけど、始めると。まあ、その覚悟がないとできないし、ちょっと厳しい。やりたいんだけどね。家庭用だったらやるんだけど。キャラ、あ、ちょっと、ちょ、重いこの人が重いのか、この時間が重いのか、さっきから割とやばい。いいコンボ選択。電撃家庭用マジなら両方か、両方もあるよな。
おお。あ、無理。今のエレン行きたいね。カウンターかずに後ろで。あ、美味しい。え、カウンターすんの？今回はアクセラレーター参戦は来たね。三坂は三坂は嬉しいね。いい勝負だった。待ってますか。セガキャラはね、俺知らん。名前覚えてない。あまりにも興味なくて。アキラはわかる。あの、デッドアライブに出てたキャラですよね。ゲーセンでよく見ました。はい。連撃士は俺は格ゲーとしての出来はかなりいいと思いますよ。やっぱり歴代のいろんなゲームをやり込んでた人たちがやってるしってことは、まあいいゲームなんかなっていう感じですね。あったまりポイント少ないね。ブッパあんまないし。え、なんで追加リーでポム。やってねえよ。立ちビビーシやろうとしたらビーシだけ出た。やべ、死ぬ。モッカンはやばい。ロケーブル。リバサーに確かにかなりリスクありますね。電撃はリスクしかないまである。ここはダメ。ちょっとおいしい指導だし。はじめはね、 AB 連打と切り札連打になれ、なんかちょっとぐだ濁っちゃうんだよね。ちゃんと両方投げれるタイミングを覚えればいいんだけど、両方投げで勝てるから。でも投げに行くと 4AB 負けるんだけどね。電撃は完全無敵技がなくて、ほぼ投げに負けるか打撃に負けるかなんですよ、ほとんど。まあ一応完全無敵技あるんですけど、外したら試合終わるレベルでやばくて。そうそうそう、切り札中断は慣れればなんとかなると思いますよ、本当に。AB こすりがめんどくさいのと、4AB こすりでちょっと温まっちゃうんですけどね、はじめ。あれも慣れなんで。決して強いコードではないんで。切り札はね、そんな温まんないよ、あれ。正直。俺はガントレットハードスの方が温まる。あれよりは。ただで打てんの？切り札もリスクはあるから。外したらフルコンだし、打てる回数少ないし。打てる回数が決まってるからね。アントレーターでさ、やばいよね。あれさ、だってさ、なんなのあれ。ラグナの基本コンボって、A、B、C、ヒット、ガントレーターですじゃないですか、基本的に。あ、これ覚醒調整いけるか。頑張って。からの美味しい。おお、珍しい。
やってねえよ。なんで？なんで飛ぶの？ペルソナ逆キルコスリーとは全然違うかな？イメージは。なんか飛ぶのは勝手に。やば。まあ、A しないわ。間違え。やべやべ、最悪。な、何それ。ジャンプ B に C 石ありだよ。逆になんか今回ね、潜り込み2秒当たんねえから全然。はい、ゲージ回収しましょうね。ジャンプ B はね、大抵ね、カンタでもらうんですよ、もらうとき。